先にこっち見ないとダメなんだ。
快。
三分的。对对对，三分的。啊，一个一个。这样的。嗯。多少度的气？嗯。刚刚见到的。刚刚见到的。晓得的。三十。嗯。对，没有来上。啊，谢谢谢谢，这里会这里会。快快。啊，他最近鬼，他最近鬼。我不会的，我不会。大飞鱼啊啊，对，一年也，对对对。那你就行了，那完了，反正。对。来来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 柴田渚です。よろしくお願いします。
誰かいますか？千葉県船橋市、これで終わります。こんにちは。すいません、2回鳴らしちゃったよ。こんにちは。待ってましたよ。お邪魔します。私一人でいいからさ。あ、そういえばさ、昨日さ、主任がさ、なんか変なこと言ってたんだけどさ、ずっと休んでる人いるじゃん。誰だっけな、サプリメント取りに行けてさ、取り入れるもんとかそういうの必要ですけど、でもだからこないで言ってたほら、こういう水ね、私が聞こうよ。人間の体の中の規則ってあるじゃん、その規則、要するに気候ね、それを何回か言ってるんですけど、私も水は必要ないので、こういうなんか購入を進めるのを、もう今日でお断りしたいんです。別にね、水をとか購入を進めてるわけじゃないの。あなたに人生を進めてるのよね、私はね。だからあなたさ、なんかお母さんさ、なんか病気とか言ってたじゃん。だからこれを飲むとお母さんの病気も良くなるし、その年で結婚できないっていうのはやっぱりそのあなたのさ、赤羽さんのさ、そういうなんか思いやりのなさとか、こう消極的な気持ち、マイナス思考、いや絶対関係ある。あなたは体験してないから分かんないのよ、このプラス思考っていうのは。体験しないと。一度これ飲んでみて、本当にプラス思考を持ってるんで、持ってるかどうか体験してないんだか分かんないじゃん。いやでもそれは押し付けですよね。押し付けじゃないわよ。だ体験してないだからね、この水を飲んでないからあなたには分からない感覚っていうのがあるのよ。でも飲まなくてももう私はもう自分の判断で、それはあなたの独りよがり。飲んでみないと分かんないのよ、その感覚っていうのが。じゃあね、私に説明して、飲んだ感覚ってどういう感覚だか。私に説明して。いや、そんな逆に言われても分からない。飲んで分かんないでしょ。だから飲んでみなくちゃその時の感覚っていうのが分かんないのよ、前向きな気持ち、調和された気持ちっていうのが。でも私は飲む意思がもうないので、その意思がないことが問題なのよ。そのままあんたそのままの状態で生きていったらもうお母さん死んじゃうかもしんないよ。いや本当にちょっとやめてもらえますか。そういうやめてとかそういうことじゃなくて、これは本当のことなの。でも私も本当にそこまで言われるんだったら本当お答えしますんで、もうお話もいいの。お母さん死んじゃってもいいの。
時の感覚言ってみなさいよ。わかんないです。わかんないでしょ。わかんないでいい。このプラス思考っていうのは体験しないと。一度これ飲んでみて、本当にプラス思考は持ってるんで、持ってるかどうか体験してないんだから分かんないじゃん。でもそれは押し付けです。押し付けじゃないわよ。Thank you.
男は怖いところだね。やるの嫌だよ。男じゃなくてさ、さっさと行っちゃったところ、さっさと帰りに行ったと思う。肝試しなんないよ、さっさと入ったらさ、行かなくて別に行けなくて、お前がカメラまで持ってきてんだ。そんなのいらない。歩きづらいね、ここ。歌詞をご覧いただきたい。おーいい、撮りたい。おい、ちょっと顔見せて、ほら、あ、すぐ消すよね。え、嫌だ。おー、やっどれか、ほら。え、最近バイトの方はいかがですか。なんだっけ、ケーキ、白い、あ、レアチーズケーキね。うん、そうなんだけど、あれ、あのね、この間のさ、ね、何曜日だったかな、火曜日か、そう、あれがね、3つぐらいロスになって、そう、で私締め作業してたんだけど、その時のメンバーで食べちゃった。いいなぁ、私もバイトしようかな、そこで。おいでよ。え、本当に行こうかな。うんうんうん。今日さ、うん、あれ、あの、なんかスーツっぽい感じの着てたのが、うん、店長さん。あ、うん、そうそうそう、あのちょっと小太りなのがね、うん、うん、あれが店長。あれ、なんか言ってた人だよね。あー、フリー。そう、え、なんか全然、え、だって普通にデブじゃん。まあ、そうなんだけど、うんうん、ねえ、ね、うん、彼女いるんだってさ。ちょ、完全にデートだったじゃん。でしょ。うん、いや、私絶対いけるって思ったのよ。イケメンはダメだね、やっぱ。本当だよ、もう。モテるんでしょ、絶対。ね、これさ、いつまで回してんの。え、あ、もういいから、ね、もうちょっと手早く切ってよ、手を受けて。え、そっか、ま、え、撮れんだろう。ムービー。ムービーでーす。茂野でーす。こっちから撮るの。
よかった、無事に終わって。金額は安いんですけどね。安いや、確かに安いですよ。そうなんですよ、うん、もう一部屋ありますんで、ありますね。指サイトのビーバーのところに、はい、ちょっと見てみましょうか。すいません。あ、こっちですね。そうですね、その左側ですね。あれこれ、エアコンって、消されますかね。お客様もね、つけていただく形になっちゃうんですけど、それでもしたら、はい、はい、あ、こっちでね、はい、うーん、そうなんですよ。ちょっと一箇所あっちについちゃってるんで、あれ？あれ？